不思議の国のアリスっていうあのヨーロリンさんだとかいうあの不思議の国のあなたは稲妻のようにとかいうあの不思議の国のアリスなんだけど、まあ、酔っ払ってはないからね。不思議の国のアリスっていうのがあの僕たちの時代の僕の学校の教材のあの教科書のまあ英語の教科書の教科書のにちょっと引用されて英語の勉強するのに不思議の国のアリスがあのモチーフっていうか題材っていうかその引用されたのであの英語教育習ったんだけど、実際あの原作の国のイギリスでも不思議の国のアリスっていうのはあのアルファベットを覚えるため の, あの言葉の教育の童話っていうかなんかそういうまあお話だったらしくて、その次が鏡の国のアリスっていう続編も読んだことある人は鏡の国のアリスっていうのはアルファベットじゃなくて今度は数字の世界の話なんで、ね、鏡の国のアリスっていうのは数字教育っていうか数学っていうか算数的なまあ基礎になる数字をあの小さいキッズが覚えるため の, あの童話だったってお話だったって、ね、あのストーリングテリングっていうかまあそんなストーリング物語風になっててまあ不思議の国のアリスはあのアルファベットっていうか言葉を覚えるため の, あのお話で、鏡の国のアリスは算数っていうか数字を覚えるためのお話だったんだけど、まあ俺ねまあ俺英国に行った時は上映禁止だったから日本に帰ってあの見たんだけど、英国の映画館では1987年から8年までの間は映画館で時計仕掛けのオレンジっていう、まあ、やんちゃな男の子が犯罪を犯して刑務所入れられて洗脳的ななんていうの洗脳されて頭をね、まあいわゆる社会復帰するためにねあのなんていうのまあ作業療法士さんがついたりとかそういうまあ厚生労施設じゃないんだけど教務所のまあいわゆる社会に戻るための洗脳教育を受けるっていうまあか時計仕掛けのオレンジっていうあのアンソニー・パージェスってまあ日本語ではアンソニー・パージェスって発音するけど英語ではアンソニー・パージェスはあのどう発音するかわかんないけどアンソニー・パージェスで一番有名なのは時計仕掛けのオレンジなんだけど、まあ小説も読んだことあるけど、まあ、続編が最近あの原作でいわゆるお蔵入りになってた続編があのの文章があの公開されたらしいんだけど、なんでお蔵入りされたかにはやっぱり理由があったのかなとも思ったんだけど、俺は読んでないから続編のストーリーは分かんないけど、まあ、映画で見たら簡単に分かると思うよ。まあ刑務所の構成っていうかなんていうの、作業療法士さんがついたようなっていうか、まあ、いわゆるあの社会復帰のための、まあ、教育の一環として洗脳教育を受けるっていう、まあ、映画なんで極端な SF 映画で空想科学小説映画なんだけど、あのそのアンソニー・パージェスは他にも いろいろ小説を書いてて、どこまで行ったらお茶の時間って言ってその不思議の国と鏡の国のアリスの男の子バージョンで、今度はそのコンパス、机にコンパスで穴開けるんだけど、コンパスってこう丸書くやつね、周辺地帯っていうかコンパスポイントバッとこうバッてあのここら辺あたりが周辺地帯コンパスポイントってね、であのコンパスで机に穴を開けてその穴にもう入ってしまうんだな、その穴のトンネルに入ってしまって、そこから不思議の世界に入って、なんかどこもいろんな物語が起きる、大冒険するんだけど少年がね。で
小学生か中学生ぐらいの少年が。で、その物語から帰ってきて、授業中に居眠りしてるのが先生にバレてっていうか、まあ、あのコンパスのポイントから、穴から、トンネルから机の上で居眠りしてるところに戻るんだけど、最後はまあ、その冒険っていうのは相対性理論を頭に教育するためのそういう男の子バージョンのアリスっていうか、不思議の国や鏡の国の相対性理論を男の子バージョンっていう、あのどこまで行ったらお茶の時間っていうアホなのがあるんだけど、まあ今日は数字、特に数字なの、音楽って数字なのって言われるとだいぶ数字なんだよねっていうか、まあ数字で考えるあのミュージシャン多いから、普通のドミソってあるじゃん、これがいわゆるトライアドっていう三角のトライアングルのトライアドね、あのアドレスに挑戦しなさいって意味じゃないんだ、トライアドっていうのは三角形のピラミッドのことだからね、 トライアングルトライアドドミソ、三つの音で構成されてるけど、それだけで3っていう意味じゃなくて、これは最初の根音というか根っこの音ね、ルートの音がドだとすると、これ C の音で、ね、A はここで、C ここで、C がルートの根音、根っこの音だと、これが根音が1で、レが2度、これ1、2、3、これが3度の音ね、3度の音ね、ドレミスリー、スリーね、このスリーからスリーを1とした場合、ワン、ツー、スリー、スリーね、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、スリー、ワン、ツー、スリーで、それが3つで、これがトライアド、C のトライアド、メジャートライアドっていう、トライアングル、スリーね。で、この3度の音がフラットっていうか半音下がるね、ここ。ここね。1、2、3。これが半音下がる。2、3。これが半音下がる。ここは2だから、3と2の間っていうのは 2.5 だけど、 2.5 っていう表現はしなくて、フラットさせるっていうか、半音下げることを、まあいわゆるマイナーコード、単調の音って日本語では言うんだ、そのトライアド、 C のトライアドメジャーっていうのは長調のドミソっていう、で半音、ミの音が半音下がるね、ここ3度の音が半音下がったらマイナー単調の音、ちょっと悲しかったり、ちょっとあの行軍のなんか軍隊の軍歌で行軍するみたいな、こんな音になるね、ボリュームが上がるかな、まあいいや、でこれが半音上がるって言っても、こっちは半音じゃなくて、あの一つ上がるのかな、半音じゃないねっていうね、これね、このドレミファと、ミとファの間は半音じゃないんだけど、あのこれは一つ下げるとこうだよね、だから4度の音、4、4、1、2、3こういうフレーズっていうのはあのギターでよくあるよね、スリーサードの音がフォース4、サンドの音が4度に行ったり3度に戻ったりするの、こういうフレーズあるんだけど、これはサスペンデッドフォーか、サスペンションフォーかな、まあサスペンションはあれか疑わしいんだけど、まあちょっとこの
普通はあの3度ずつ進むのが、まあ、素直な和音だから、和音っていうかあのメジャーの音だから、それがちょっと疑わしいっていうか、あとサスペンデッドっていうとちょっと代理っていうのもあるから、サス4っていうあのミュージシャンの間で言うのね、ギターでよくこういうフレーズ弾くよね。でもキーボードでも4度の音を入れた3和音だけど、3度ずつ進まないってね、1、2、3と1、2、3のこれじゃなくて、ここの3度の音がコン音からルートから4度、これが4ね。でこれなんかどう、1、2、3、4、5だから1と3と5ね。で5度の音が半音下がると、で5度の音が半音下がるとフラットフィフス、フラットフィフス、フラットファイブで、これはあの4度の音だけど、ここの音がここに来る、5度の音が半音下がる、フラットね。そうね。で、フラットフィフスで、あの3度の音が半音下がる。だったら C のマイナー、これでもマイナーだからマイナーのフラットフィフス。まあこれあんまりちょっと濁った音に聞こえるんで、上手にまあいわゆる経過音として使う人もいるけど、あんまり使わない。ないコードっていうのはないんだけど、世の中に存在しない音はないから、こういうあの構成したハーモニーもなきにしもあらずだけど、なかなか使いたがらない音です、ね、まあいわゆるフラットフィフスぐらいならたまに使うかなみたいな。ここが2度だから、こういうね、1度と2度と5度。まあ基本的にあの小学校唱歌とか、あのまあ素直にこう歌いやすいっていうか、まあこういう伴奏に合わせる、こういう複雑なコードに合わせて歌を歌おうとすると、最近の日本人や世界共通なのかな、まあいわゆる、まあ、3度ずつか3度の123、この123、これの135、これか13度のフラット、それと5度、これ大抵これがあの135、これフラット3度のとかね、マイナー。まあそれでコーンをこれとして、このでしょ、6度7度なんだけど、よくセブンスノート、セブンスコードっていう、セブンスコードっていうのはこの音なんだよ。7度の音がちょっとフラットする、あの半音下がる、5、6、7だけど、ここは7じゃないんだよ。え、1、2、3、4、5、6、7、8か、8、まあ本当はね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、間を空けて、またここ、ドでしょ、ド。この12、1オクターブ上っていうのは、12、間を入れた音のなんだけど、本当はここは7度だから、フラットの半音部分は、あの数字では数えないんで、7度の音をフラットさして、基本的に普通にブルースとかロックで使うセブンスっていうのは、あ、違った、こう、まあギターで弾くと多分同じ響きになるけど、 C の、 あのセブンスっていうのは、で C マイナーのセブンスだと、ここの3度の音が
半音下がって。ここら辺はよくまあ使うし、最初にあの始まる音っていうか、最初に弾くコードがマイナー調でも、これだけだったらちょっと悲しいけど、フラットさせたセブンス、半音下げたセブンスが入るとちょっとジャズっぽいっていうか、なんかこうブルージー、悲しいんだけどなんかブルージーでちょっと粋な感じがするよね。だからあのジャズっぽくイントロ始めたい人は、手っ取り早くならこの音から始める人が多いけど、実はサース4にセブンスとか入れてもなんか面白かったりするんだよね。ちょっとまだこれは教会音楽っぽいというか、なんかあれかな、サイモン&ガーファンクルとかでもこんな、まあフォークロックというかソフトロックっぽいのでもこういう響きの音をギターで出す人いるよね。これはジャズっぽいけど、これは基本的なブルースやロックで使うセブンス、マイナーセブンス、サス4セブンスで、5度にセブンス入れる人はいるかなとか思うんだけど、フィフスにセブンスね。それちょっとあんまり使わないかなっていう感じだね。まあこう普通の C のセブンスかで、本当のメジャーセブンスコードっていうのがあって、だから本当の超全7度ね、半音下げた7度じゃなくて全部の7度を入れた音があのメジャーセブンスのコードって言って、これね、まあいわゆる渋谷系ソフトロックとかボサノバでもよく使うし、メジャーセブンス1、2、1、3、5、7、ブルースで使う、ブルースエロックで使うセブンスっていうのは本当は半音下がってる、これがメジャーセブンス。これだともうほとんど高音と同じ1オクターブ上だから同じ度でしょ、だから同じ響きだから、これはないコード、こういうのはあるかもしれないね、作ろうと思えば。だけど鍵盤が近づきすぎるとなんか濁った感じになるから、オクターブ離したりとかした方が、あのあんまり濁って聞こえないのね。まあオクターブ下でもいいよね。今これだとしてもセブンスの音をその下に持っていくと、これ C のセブンスなのか、ここのドレミファソーラシラとシの半真ん中ね、だからラの半を下げた音か、あラの半を上げた音か、シの半を下げた音か分かんないけど、こっちが高音で、あその上にこれが乗ってんのか、こっちが高音で響きは一緒なんだよ。でもルートどっちなんだっていうので、もう一人の楽器の人がベースだったりすると、ベーシストがこっちを強調してこの音しか弾かなかったら、いわゆるこっちが高音になって、根っこの音ルート音になってっていう表記の仕方もできるけど、まあ響き的には一緒だから、あの分数コードとか言うけど、分数じゃないあの譜面の書き方もできる、そういう感じかな。まあ数字の話言っちゃって悪いんだけど、あの乗り物好きな人はあのオート二輪、自動二輪車のバイクとかね、ナンバープレートとか、あの車とかね、四輪車のナンバープレートのまあ各国あるよね。日本語だったら4649だってよろしくだのかな、よろしくとか、まあそういうダジャレだけじゃなかったりもするっていうか、音の響きっていうこの数字の度数によって変わるんで、
ういう感じで、まあわかんないかもしれないけど、まあ最初にこれこの動画を何遍か見て、その後また次のあのレッスンじゃないけど、レッスン動画になってるかわかんないけど、わかりやすく1、2、3ね、1、3、5で。